トップホットシアターは、大阪府大阪市北区梅田の東方 OSM ビル内にあった演芸場。阪急阪神東方グループのコマスタジアム経営。コマモダン寄せの看板を掲げていた。1969年4月会場。もともとこのビル内には、同年3月までは東方直営のヌード劇場、OS ミュージックホールがあった。同劇場が、 同年3月30日をもって閉鎖となり、一部改装を経て4月5日に開場。こけら落としにはすでに参議院議員になっていた横山ノックが舞台上から祝辞を述べた。当初は進行役に足屋障害を据え、彼の漫談で演芸番組を進行させ、合間に挟む30分もののコメディショーや経営劇も彼が主演をしていた。 これにコマダンシングチームから8人の精鋭、トッピーエイトが選抜され、障眼の相手役として舞台に花を添えた。また、出演芸人は、松竹芸能が圧戦をしており、開演記念番組には、松竹の看板であったカシマシ娘と、中田大丸ラケットが出演していた。後に、他の演芸場と同様の番組構成となる。1日2回公演で入れ替えなし。 出演芸人は、グループ企業の大砲芸能を所属芸人のほか、経営プロダクション、米朝事務所、和光プロダクションなど、吉本工業とも、松竹芸能ともつかない、第三勢力の過剰となった。中入りには、ゲームコーナーが設けられ、鳥には、近隣の梅田花月の吉本新喜劇の向こうを張った、小間新喜劇の公演を行っていた。ただし、 テレビ局の中継者のスペースがないことを理由に、テレビ中継はできず、これが集客のネックになった。舞台は横に広く、また、会場当初は、ヌード劇場の名残から中央に、デベソがあったと言われる。2階席もあったが、2列しかなかった。1977年3月7日に閉鎖された。営業成績は、梅田花月に押されて、終縮戦していたと言われる。 建物はその後も東方が経営する OSM ビルとして存在していたが、2012年12月以降は再開発対象物件となり、1階裏の賃貸店舗と2階のサントリーバーを除き、テナントはすべて退出してしまい、2016年8月解体工事が始まった。なお、裏の楽屋入り口跡は解体まで残っていた。なお、閉館以降の内部は、 大改装されていて、1階は、ヨースコーラーメンほか各種飲食店が入居していたほか、全英連、東方支部等が入居していた。ほかほかほか。ありがとうございます。